やっとね、マクロスフロンティア2ね、打つことができましたよ、やっとね、本当に。ここまでの道のり長かったなぁ。いろいろあってね、台取れんかったりして、だいぶ遅くなったけどね。まぁ、打った感想はね、この、今回も前編と後編に分かれとんだけど、打った感想はね、後編の方に、最後にね、動画の後に入れようかなと思うんだけど、一つだけ、この前編の動画が始まる前にね、感想を言っとくと、完全に前作より面白いね。これは、今回の新台の方が面白い。なんかいろいろ見とると、初代にはかなわんわとか、前作の方が良かったとかね、言ってるバカどもがね、たくさんおるけど、ああいう奴らは、もう昔のね、思い出にすがって生きてるどうしようもない、ろくでもない人間だね。もう普通の、まともな感覚のね、人間が、初代と今回の2の方ね、打ち比べてみたら、まともな人間だったら絶対2の方が 100% 面白いと思うからね。まあ初代とかね、言ってる奴は、いつまでもね、過去にすがってるどうしようもないやつですよ。ということでね、まあそれはね、個人的なね、好みだと思うんでね、まあそんなことは気にせず、とりあえず前編の動画始まりますんでね、お楽しみください。素敵なお芝居だったわ。圧巻のパフォーマンスですね。
ヒットメンズデイ。このクォーターがなぜ400メートル級でありながらマクロスの名を冠されているのか。いや、マクロスでありながらなぜこのサイズなのか思い知らせてやれ。
ということでね、前編の動画は、初当たり2発でね、まあ2発目、なんとか、核炎のフロンティアモードにね、突入することができたところでね、前編は終了ということで、とりあえずまあ初当たり一発目はね、すげえ早くて、これは今日はと思ったらね、核炎突入することができず、ってなっちまったからね、もうその時は、ああ今日俺また1000まで絶対はめられるんやこの後、ってね、思ったけれども、まあ、そこまで2回目の初当たりは早くはなかったけど、まずまずな、ところでね、当たってくれたで、まあ良かったですね。あとはね、この後、連チャンしたかどうか、っていうところだからね。まあその、核炎のフロンティアモードの動画は、後編の方にね、引き続きあるんで、また見てください。お疲れっす。